馬じゃねえかよ。あれが何なのか。あれゴミ箱じゃないの。じゃあのこれ書いてあるよ。あ、石を、石のあれだね、切り場じゃない。あ、石切り場か。うん、親頭だろ。あ、これがあれなんだって。橋の跡だ。橋の跡のあれなんだって、昔のね。を残したんだ、ちょっと。小田原橋、昭和4年だって。昭和4年なんだ。これが石切りの跡。で、をさらに、あれしてロケだよね、組んでるね。眠くなってきました、見て。僕もあくびしてますな。はい、じゃあ小田原城でした。皆さん疲れたんです。ねえ、寝てます。で、あの穴から敵を狙う、そう、狙うんだよね。よくできてます。よくできてるわ。さすがお金かかってる。これは開いてんだな。で、弓の原種は、穴の向こうからでも、穴の向こうにいる兵士を狙って、こんな感じね。ライトアップだ。美味しい。こんな感じだね。もしかしたらあれですよ、小田原城のライブカメラとかだったら今映ってるかもしれない。映ってるかもしれない、小田原城。やばい。写真なんないんだけど。顔出しだよ、顔出し。これだってライトアップでしょ、どう見て。こんな感じ。ドルドル城でした。寝てます？そう、いや暑いんだよ、僕なんか。もうすごい歩いてて汗かくぐらい暑い。堀ですな、お堀。もっとすごい。はい、じゃあね、ね、小田原城でした。こんな感じでお疲れ様です。